こんばんポップ、バンポップです。自殺からの誹謗中傷対策という名の言論統制がもうすぐ本格的に始まります。このまま、あなたたちのように知っていても何も言わない都合の良い奴隷は永遠に奴隷です。SNS でも何でもどこでも良いから、ノーと言わなければならない。これに関し、右も左もありません。 あらゆるポジションは関係ありません。嫌だということになれないといけません。あらゆる嫌だを表現してください。わがままでも構いません。まず、慣れてください。ふざけんなと中指を立てましょう。所詮我々は、どれほど優秀な人間であろうが、どれだけのお金を持っていようが、どういう立場であろうが、 奴隷であり、家畜というポジションです。我々を直接管理しているのは、この国政府という組織ですが、彼らもまた奴隷でしかありません。奴隷を管理する権限をもらっている奴隷。これが、分断統治です。最下層の家畜が我々一般人のポジションです。でも、羊だって飼い主に頭突きを行うことができます。中指を立てる精神がないと、あっという間に、 ある程度の自由さえなくなります。狭いゲージに放り込まれます。いわゆる鶏なら、バタリーゲージというゲージから、平らがいという差が生じます。家畜である我々は、あらゆる法と秩序に守られ、通貨システムにより、好きなものを遠いものでも買うことができ、不便を極力排除した文明社会を満喫し、サブカルチャーなどの、 娯楽の文化を持つことも許されています。しかし、習慣管理者は絶えずそれを外し、渡りゲージに入れ、生産性のみを追求する家畜生産へと向かおうとします。これに我々家畜は、ノーという権利を持っていることを忘れてはいけません。他人任せで何も言わないでも、誰かがやってくれるだろうという、だろう社会が、 特に日本社会が末期になっている原因です。数字で物事を判断する大衆から脱出しない限り、この日本が良くなることは起こり得ません。今回はここまでワンポップでした。